再開いたします次に公明党代表土屋隆議員に質問を許します土屋隆議員 私は公明党を代表して先に通告しておきました事項について質問をしてまいります。まずはじめに財政運営についてであります。平成27年12月の定例会で、資債発行の考え方について質問したところ、市長は行財政再建プログラム以降、一般会計における新規資債発行額を 元金償還額以下に抑える取り組みを行ってきた結果、平成26年度末残高が約416億円となり、平成15年度末と比較して約116億円を減少させております。今後、死体残高の減少に伴い、平成28年度以降は、 元金償還額が大幅に縮減することが見込まれるため、これまでと比較して、資材の発行額が減少することとなり、現在計画的に進めている学校施設の改築事業や耐震化事業などの推進に大きな影響を及ぼすことが考えられ,られます。このため、実質交際費比率の低減や、 資材残高の目標管理など、これまで同様に財政健全化を推進しながら、必要な事業を進めていくために、資材管理の考え方を拡大し、国の会計基準である普通会計により、毎年度の新規資材発行額を、元気償還額以下に抑える取り組みを継続していくものでありますとの答弁がありました。私は この判断は間違っていないし当然すべきであったと思っておりますただし普通会計に拡大したとしても一時的な効果があるだけで相う地裁発行の枠は縮減する一方であることに変わりはないわけであります平成29年度9月定例会の第一分科会の審査の中で平成29年度は前年度からの ICT オフィス環境整備事業の繰り越し免許費の増額により、元金償還額を記載額が超える見通しであることが明らかになりました。想定していたことが現実になってしまいました。11月22日の総務委員会協議会で、財務部の説明は受けたところではありますが、今一度、資材発行額の超過分は、 どの程度になるのかお示しください。また、その要因は何か示してください。さらに、次年度以降の見通しはどうなると認識しているのかお示しください。総民会協議会では、不確定要素があるとの説明がありましたが、不確定要素を加味した上で、超価格についてお示しください。本庁舎の建て替えをはじめとして、 公共施設等総合管理計画を推進していくには、ますます記載額を増大させる必要があると思われます。財政健全化第2期とも言うべき新しい局面を迎えた今、今まで通りの財政運営に固執していては、かえって行き詰まってしまうことは明白だと考えます。長期的には、元金償還額以下に 記載の発行を抑えるとのルールは堅持しつつも、この10年くらいの期間に限定して、例外的なルールのもとで、財政運営に当たるべきではないかと考えます。その例外的なルールを作っていくべきと考えますが、見解を示してください。次に農業政策の中で、収入保険の創設についてお伺いします。 青色申告をしている農業経営者で、農業収入全体を対象にし、過去5年間の平均を基準収入とし、収入減の一定部分を補填するというものであり、保険方式と積立方式を併用するというものだそうでありますが、そもそも収入保険の創設の目的はなんなのか、 何であるると考えののか市の認識をお伺いします実施されるまでの今後のスケジュールを示してください収入が下がったときに8割から9割を補填する保険とのことですがそもそも収入が下がるときとはどのような場合を国は想定しているのかお示しいただきたい一旦7500円の 直接支払い交付金は2017年度で終了となりますが、これに変わるのが収入保険であると考えていいのか、市の認識を示してください。平成30年度、すなわち2018年は国による生産通量目標の配分がなくなります。米の直接支払い交付金も廃止になるわけです。そうなると 平成30年度は生産調整を達成するメリットがなくなるわけであります。まさに空白の平成30年度となってしまうわけですが、平成30年度対策はできているのでしょうか。また、市としての独自の対応は何か考えているのかお示しください。次に、文字、活字、文化の推進についてお伺いします。 10月27日は文字活字文化の日だそうですこの日から11月9日までが両所との触れ合いを増やすきっかけとしたいとして読書習慣に位置づけられております活字離れが指摘されて久しいわけであります短文でやりとりするツイッターや LINE も普及しておりますその分 長い文章を読み書きする機会は減っていないでしょうか。勢いを増すばかりの情報の洪水に流されてはいないでしょうか。この点、古今の名著に親しむ意義は大きいわけであります。時代や社会の羅針盤として、選び抜かれた一文字一文字が放つ存在感はいやましてくるものと信じております。 あら,あらゆる機会を通じて読書の素晴らしさを次世代に伝えていきたいと考えます朝の読書運動に取り組む小中高校は2万7000校を超えました自分が進めたい本の魅力をアピールし合うビブリオバトルも全国の図書館で着実に広がりを見せているそうでありますここでで質問ですが 本市の朝の読書運動の現状についてお示しください朝の読書運動が始まって10年くらいになるかと思いますがこの10年間で児童生徒の読書の本の数はどのように変化してきたのでしょうかお示しください今後読書運動を活発にするために 学校としてはどのような取り組みをしていこうとしているのかお示しください。ビブリオバトルについてお尋ねします。第4回ビブリオバトルが開催されたようですが、その開催状況をお示しください。また将来的にどのような発展した姿にしていきたいと考えているのかお示しください。次に、 次期学習指導要領の中のプログラミング教育についてお伺いします文部科学省は平成32年度2020年度から実施する小学校の次期学習指導要領の総則でプログラミング教育の実施を明記しました文科省によると必修化といっても新しい教科は作らず 総合的な学習の時間や算数などの教科の中で行うとしており、自治体や学校現場の判断に委ねられているわけであります。そこでお伺いします。次期学習指導要領の総則でプログラミング教育の実施を明記した意味は何か、市の認識をお示しください。また、プログラミング教育の必要性についての 認識をお聞かせくださいさらに現在の準備状況を示してくださいいただいた資料の中にはプログラミング教育とプログラミング的思考とありましたがどういうことなのか市の認識を示しお示しください最後の大項目に入ります核兵器廃絶平和都市宣言の具現化についてであります 今年の11月27日、28日の2日間にわたって、核兵器保有国と非保有国の有識者が、広島市に集い、核軍縮について議論する賢人会議が開催され、核廃絶に向けた提言を検討したそうであります。ノーベル平和賞受賞が決まった国際的な NGO の連合体、 核兵器廃絶国際キャンペーンの代表も出席し、7月に国連で採択された核兵器禁止条約などをめぐって意見を交わしたそうであります。続いて、11月29日、30日の両日、第27回国連軍縮会議が広島市内で開催され、各国の政府関係者や 軍縮の専門家が出席し、核兵器のない世界の実現への道のりが議論された模様であります。国連軍縮会議に先立って、28日午前中には、日本政府主催の賢人会議と、核兵器廃絶日本 NGO 連絡会との意見交換会が行われ、意見あ連絡会の一員から、 人々が相互依存する社会にあって、他人の不幸の上に自らの幸福を築くことが可能か否かを問うべきとの発言があり、また、誰もが抱く大切な人を守りたいという普通の願いに基づき、今こそ核抑止論からの脱却をとの発言があったそうであります。つい先月のことであります。 広島を中心に核廃絶の動きが活発に展開されておりましたまさに今核兵器廃絶に向けて良識のある人々が手に手を取り合って核抑止論からの脱却を訴えていくべき時であると思います余談になりますが長編小説「徳川家康」の作者山岡宗八氏はその 徳川家康の第一巻の後書きに興味深いことを述べておりました。戦後初めて書いたのが「原子爆弾」という短編の小説であり、その次に取り掛かったのが徳川家康であったと。人間の世界に果たして万人の求めてやまない平和がありうるや否や、もしありうるとしたら、 それは一体どのような条件のもとにおいてであろうか。いや、それよりも、その平和を妨げているものの正体をまず突き止め、それを人間の世界から駆逐しうるか否かの限界を探ってみたいのだ。さらに、戦いのない世界を作るためには、まず文明が改められなく 改められなくてはならず、文明が改められるには、その背骨となるべき哲学の誕生がなければならない。新しい哲学によって人間革命が成し遂げられ、その革命された人間によって、社会や政治や経済が改められた時に初めて、原子科学は平和な次の世代の 人類の文化財に変わっていく。そう無双する作者が徳川家康に固くして人間革命の可能性の限界を描こうとして負っているというのが、この小説の裏の打ち明け話であると述べているのであります。山崎、山岡総八氏の考えを私なりに解釈すれば、 新しい哲学とは、悪魔の兵器である核兵器を抑止として持つことの正当性を主張することは愚かだということを、愚かだという考え方であり、核抑止論からの決別とか脱却とかいうことかと思います。良識を持った人たちの連帯の力で核廃絶の流れを 合図からも起こしていきたいのであります。そこで質問に入ります。平成25年12月定例会の代表質問に対する当局の答弁について、その後の進捗状況をお尋ねします。広島だけではなく、長崎市とも連携する必要があると考えます。そこで長崎市が中心となって進めている 日本非核宣言自治体協議会への加盟については、その後どうなったのかお示しください。また、長崎市の取り組みの代表的なものに、青少年ピースフォーラムがあります。そこへの平和施設団を派遣することについては、その後考え方に変化はないのかお示しください。当局においては、 平和都市宣言の具現化のために、核兵器廃絶と平和への市民の意識を高めていくとしている、しております。すなわち、機運の上昇に努めると、今までも繰り返し答弁をしてきているわけですが、その後、どのように取り組んできたのかお示しください。最後に、平和都市宣言の具現化の一つの到達点として、 市民大会の開催を検討していくべきと考えます見解をお示しください今までの質疑答弁の集大成となるような答弁を期待して壇上からの質問を終わります 公明党代表土屋隆議員のご質問にお答えをいたします。はじめに平成29年度における普通会計の資産発行予定額の状況についてであります。今年度9月補正までの原型予算額が約47億8000万円であり、これに平成28年度からの繰り越し分約9億8000万円を加え、 一方で、9月補正において設定した30年度への繰り越し免許費分の約4億4000万円を除きますと、今年度の資産発行予定額は約53億2000万円となります。これを今年度分の元金償還額の約48億円と比較いたしますと、5億円程度超過しているところであります。 しかしながら、今ほど申し上げた資材発行予定額については、あくまで9月補正時点における予算額をベースとして、繰り越し事業費の増減を加味したものであり、今後、補助内事や、受け負い差額などによる減額や、平成30年度への繰り越し事業の発生、さらには工事完了に伴う不要額などがあり、様々な要因により変動することから、 実際の決算額については、現時点では見込みえないところであります。次にこうした状況になった要因についてであります。毎年度の資産発行額については、予算編成作業を通して、対象事業費の精査を図りながら、適切に管理を行っているところでありますが、その後、事業執行段階における進捗の状況や、国の経済対策などの活用、経済 対策の活用などに伴い、翌年度に事業が繰り越す、一視されることもあり、こうした場合には、実際の借り入れは翌年度となるため、結果的に予算計上年度と借り入れ年度にズレが生じることになります。こうした中、特に昨年度においては、国の補正予算に対応した学校施設耐震化事業や ICT オフィス環境整備事業、 川東学園中学校建設事業など、例年よりも大きな事業の繰り越し事業が発生し、その分の借り入れを今年度に行うことが主な要因であると考えております。次に、次年度以降の見通しについてであります。先ほども申し上げたとおり、事業の執行状況などにより、例年一定程度の繰り越し事業が発生するため、予算額と決算額につきましては、 相違が生じるものと想定されますその繰り越しの規模を見込むことは困難でありますが、今後におきましても、事業の繰り越しに留意しながら、予算編成を通して、被災発行額の管理を行っていく考えであります。次に、今後の財政運営における被災発行額の考え方についてであります。本市においては、これまでの取り組みの成果として、平成28年度決算における、 実質交際比率は前年度と比較して2.0ポイント改善し8.8%となるなど着実に改善が図られているところでありますしかしながら全国の累次団体と比較いたしますと依然として高い水準にあることから今後もこれまでの実質交際比率の低減に向けた取り組みを継続していく考えであります一方で今後 公共施設等総合管理計画に基づく取り組み、さらには新庁舎の建設など、多額の資材発行額が必要となる事業の実施も想定されることから、こうした事業の実施に向けた具体的な検討と合わせ、資材管理についても、現在の考え方を含め、一定の規律を保っていくために、さまざまな角度からの検討が必要になるものと認識しております。 なおその他のご質問については教育長及び主管者よりお答えを申し上げます農政部長お答えいたします収入保険創設の目的についてであります収入保険につきましては自然災害のほか価格低下などによる収入減少も対象としまた原則としてすべての農産物を対象とするなど 現行の農業共済制度における諸課題の改善を図ることにより収益性の高い新規作物の生産や新たな販路開拓などの意欲的な取り組みを支援することを目的として創設されたものであります次に今後のスケジュールについてであります制度が開始される平成31年1月から加入するためには青色申告の実績がある農業者が 平成30年10月から11月の期間において加入申請を行い12月末までに保険料や積立金を納付することとされておりますなお当制度に関する農業者の正しい理解が重要であることから申請等の窓口となる農業共済組合において本年12月以降説明会や研修会の開催青色申告に関する相談窓口の開設など 円滑な制度導入に向け取り組む予定であると伺っております次に収入減少の想定についてであります農業収入が減少するケースにつきましては風水雪害などの自然災害による収量減少のほか農産物の需給バランスの変化や TPP などの多国間競争並びに国内での産地間競争に伴う価格低下為替の影響さらには 農業者の病気やけがなど幅広い要因による収入減少が想定されているところであります次に米の直接支払い交付金と収入保険の関係についてであります米の直接支払い交付金につきましては国の経営所得安定対策に係る交付金であり米の生産数量目標を達成した販売農家や集落営農を対象に構造的に生じていた生産費と 販売額の差を補填する趣旨で交付されてきたものであります。一方、収入保険については、農業共済組合連合会が制度運営主体となり、原則としてすべての農産物を対象に、予期せぬ自然災害や価格低下などによる収入減少について広く保障することで、農業経営における総合的なセーフティーネットとして機能するよう、制度構築されたものでありますので、 その趣旨や目的、対象などが異なっております。次に、平成30年度における本市の対応についてであります。平成30年度の米政策につきましては、国による生産数量目標の配分が廃止されることにより、主食用米の作付けや米価の方向性が不透明であるなど、農業者を取り巻く情勢の変化が懸念されているところであります。こうしたことから、農業者の不安の解消や、 農業経営の安定に向け、既存の農業共済制度や国のならし対策について、引き続き情報提供に取り組んでまいります。また、来年度から新たにより安全・安心で公職味となる方法で栽培された米を、市内の米・州出荷業者が共同で PR ・販売活動を行うといった、本市三枚の価格を牽引していく事業を展開するとともに、産地交付金等の 有効活用により、非主食用米や、添削作物の作付けを推進していくなど、農業者の収入の安定に向け、取り組んでまいります。教育長。はいお答えいたします。朝の読書に関する現状についてであります。小学校においては、朝の読書時間が確保できる、すべての学校で週1回10分程度、 中学校においてはすべての学校が毎日10分程度取り組んでいるところであります次に読書冊数の変化についてであります県が毎年11月に実施する読書に関する調査において本市の小学生の1か月当たりの平均読書冊数は平成20年度7.6冊に対し昨年度は11.5冊となっておりますまた 中学校におきましては平成20年度2.2冊に対し昨年度は2.8冊となっており年度間において増減はあるものの小中学校ともに増加傾向となっているところであります次に読書運動を活発にするための取り組みについてでありますあいずっ学力向上推進契約においては1ヶ月あたりの読書冊数の目標値を 小学生は16 15冊中学生生はは冊冊中としております目標の達成に向け、現在実施されている朝の読書運動をはじめ、読書感想文コンクールへの取り組み、図書委員会の児童・生徒による本の紹介や読み聞かせ、さらには一部の中学校で実施している知的書評合戦、ビブリオバトルの普及等について、図書教諭や学校 図書教諭や学校図書館支援員等を中心とした学校図書館の整備環境整備の推進と合わせてさらなる充実を図ってまいります次に合図ビブリオバトルの開催状況についてであります4回目となる今年度はビブリオバトル福島県大会が毎年11月に開催されることから 8月に開催時期を早め、中学生11名、高校生4名で予選を行い、決戦では中学生3名、高校生4名が発表し、49名の感染者に参加いただいたところであります。次に、将来的な姿についてであります。来年度以降も継続して開催することで、読書の楽しさを実感するとともに、 物事を深く考える力やコミュニケーション能力を養い、子どもたちの健やかな成長に寄与してまいります。また、成人を対象とするビブリオバトルの要素を取り入れた読書イベントを開催するなど、将来的にはこのような活動を充実させ、本市における読書活動の推進を図ってまいります。次に、プログラミング教育の認識についてであります。 次期学習指導要領はすべての教科等の目標及び内容を知識及び技能思考力判断力表現力等学びに向かう力人間性等の3つの柱で構成しております改定の趣旨を教育課程の編成や実施に生かすために総則において新たに情報手段の基本的な操作の習得や プログラミング教育を位置づけ、主体的、対話的で深い学びの実現に向けて、授業改善を進めることを示したものであると認識しております。次に、プログラミング教育の必要性と準備状況についてであります。移り変わりの激しい現代、社会において、情報を主体的に捉えながら、何が重要かを考え、見出した情報を活用しながら、 他者と協働し、新たな価値の創造に挑んでいくためには、情報活用能力の育成として、プログラミング教育が必要であると認識しております。また、準備状況につきましては、現段階においては、指導実践事例等を収集するとともに、プログラミング教育充実のため、ICT 環境の整備や教員研修等の在り方、指導体制の充実などについて検討を進めているところであります。 次に、プログラミング教育とプログラミング的思考についてであります。プログラミング教育とは、コンピューターに意図した処理を行うように指示することができるということを体験することで、将来、どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められるプログラミング的思考などを育成するものであります。自分が意図する一連の活動を実現するために、 どのような動きの組み合わせが必要であり、どのように組み合わせたらいいのか、さらにどのように改善していけばいいのかと、いのかといった論理的に考えていく力を育成するものであると認識しております。総務部長。お答えいたします。核兵器廃絶、平和都市宣言の具現化についてであります。まず、 日本比較宣言自治体協議会への加盟についてであります長崎市長が会長を務める日本比較宣言自治体協議会への加盟については、本市が平成22年より加盟する平和首長会議との比較検討を行ってきたところでありますが、両組織の目的や活動には、自治体間の協力体制の確立や核兵器廃絶の呼びかけなど、共通する内容も多いことなどから、 日本非核宣言自治体協議会の加盟には至らなかったものであります今後とも両組織の動向を注視しながら引き続き検討してまいります次に長崎市の青少年ピースフォーラムへの派遣についてであります本州の中学生が広島市に続いて原爆が投下された長崎市について学ぶことも意義あるものと認識しておりますが一方で 長長崎市へののの派遣は移動距離ががく生徒の身体的負担の増加等が懸念されるところでありま,すまたこれまで実施している広島市訪問事業については広島市の被爆という史実に触れながらも広島市だけではなく長崎市も含めた核兵器の生産さや平和の尊さを学ぶ機会ともなっておりますこうしたことから今後とも長崎市への派遣を研究しながらも 当面は広島への広島市への派遣を継続してまいります次に核兵器廃絶平和都市宣言の具現化のためのこれまでの取り組みについてでありますこれまで広島市への中学生の派遣や広島長崎原爆被災写真パネル展や平和推進フィルム上映会藍津図,図書館での平和図書コーナーの開設などを通し平和に関する啓発に取り組んできたところであります また、被爆体験講話につきましては、例年の市内中学校での開催に加え、今年度は障害学習総合センターにおきまして、一般の市民の皆様を対象に開催し、より多くの方々へ、核兵器の生産さや平和の尊さを伝えることができたものと認識しております。次にに市市民大会のの開催についてであります核兵器排出平和都市宣言の意義理念を より多くの市民が共有し理解を含める、理解を深める上で、市民大会は意義のあるものと考えております。また、市民大会という性格上、その開催の在り方については、市民の自発的な取り組みが広まり、発展していく過程で実現されていくことが望ましい姿であると認識しております。今後とも、核兵器廃絶平和都市宣言の理念を継承し、これまでの取り組みを着実に推進するとと,ともに、 平和祭りや、青い空の集いなど、市民による自発的、自主的な平和を願う活動を支援し、より幅広く多くの市民の皆様が積極的に参加する催しにつながるよう、核兵器廃絶に向けた機運の醸成に努めてまいりたいと考えておりまますす以上でござい土屋隆議員。はい えー、あの核兵器廃絶平和都市宣言の具現化についての、えー、答弁が今ありましたので、えー、そこから質問をしたいと思います。えー、まず、平和首長会議と、えー、日本非核宣言自治体協議会の、えー、加盟するにあたっての費用がかかるかと思いますが、まあ、その費用が問題で参加できないということなのかどうかあの、一応確認をさせていただきたいと思います。 あと2点目の、えー、長崎、まあ、長崎に行くとなれば、やっぱり飛行機でしょうねと、と飛行機で移動するのと、広島まで新幹線で移動するのと、どっちが疲れるかって言ったときに大差ないと思うんですが、まあ、その辺の認識がちょっと違うんじゃないかなと思いますが、えー、子どもは、まあ、子どもっていうか中学生、体力あります、元気です。 心配はご無用だと思いますが、えー、もう一度お答えをいただければと思います。あと、えー、3点目の具現化のために取り組んできた、どういう取り組みをやってきたか、まあ、いろんな取り組みをしていることはあの承知しておりまして、まあ、それはそれであの尊いことだと思いますが、問題は、その結果、市民の意識の醸成に努めていきますと言ってた。そのの市民の意識が どれだけ醸成されたのかって、その辺が、どこまで醸成されたら、じゃあ、次の段階に進むとかってあるかと思うんですが、まあ、その辺が、あが、先ほどの説明ではあの、ともかくやってますっていうだけで、じゃあ、醸成が、ここまで市民が平和に対する意識が盛り上がってきました、さあ、次の段階にステージが移動しようとしてますと。 いうような前向きな答弁がなかったということは、取り組みがまだ足りないんじゃないかという思いがありますが、まあ、それについてお答えをいただきたいと思います。あと、最後の市民大会のことですが、まあ、市民大会という形でえ開催する、まあ、今の平和祭りとか、あのー、とかもう一つの,あのお名前がありましたけど、まあ、そういう集いを市、 市民があの各自の団体でこう開催をしている、それはそれでいいことだと思いますが、それを会津若松市、あるいは会津地方って、枠組みを決めてもいいかと思いますが、本当にこう市民が集い合ってのこの核兵器廃絶に向けた機運が盛り上がれば、この市民大会とか、あるいは会津大会とか、そういうような会を開催するっていうのは、 1> 年1回、みんなで集まって、集って、何か確認をし合う、去年より一歩、二歩前進した、その姿を確認し合う、そういうような大会というのがあってしかるべきかと思いますあの、交通安全、市民、交通安全に関しても市民大会って開いてます、暴力追放の市民大会も開いてます。であるならば 核兵器廃絶市民大会とか、あるいは会津地方大会とか、まあ、そういう名称のことが開こうと、また一つの目標点として、開催しようという目的に向かって進んでいくべきと思います。まあ、ご答弁をもう一度いただきたいと思います。市民部部長。長。失礼ししまた。 えと4点ご質問をいただきました、えー、まず最初に、えー、平和首長会議、まあ、平和首長会議とお日本比較制限自治体協議会、えー、これのお経費の関係でございますが、えー、平和首長会議につきましては、あ年間2000円のメンバーシップの付金がございます、それから日本比較制限自治体協議会につきましては、えー、年会費が6万円でございます。 会避の点で入らないのかということでございますが、これにつきましては、先ほど申し上げました、えー、ご答弁申し上げましたとおり、えーあのー、その両,所両,両組織の目的や活動、これにつきまして、えー、自治体間の協力体制の確立であったり、核兵器廃絶の呼びかけなど、共通する内容も多いと。 いうことで、えー、現在両、両組織の動向を中止しながらあ、引き続き検討させていただきたいと、このように考えているところでございます。えー、続きまして、えー、中学生の長崎市訪問の件でございます、えー。移動につきまして、飛行機を使えばあ、そんなに身体的負担はないのではないかというお正ねでございます。 確かに、えー、飛行機を使えば、えーまあ、まず現在の広島市の派遣のことを申し上げますと、朝7時35分に出発しまして、午後の2時50分に広島駅に着いてございます、で長崎市でございますが、えー、同じく7時35分に会津若松駅を出ますと、えー、飛行機を用いますと、えー、午後3時28分に長崎駅に着くと。まあ、約… 40分ほどの長崎のほが遠い、ただ、飛行機につきましては、天候との影響により、欠航ということがございますので、確実に訪問ということであれば、新幹線の利用というのをまず考えているところでございます、これによりますと、出発時刻は同じでございますが、到着時刻が、えーまあ、夕方の6時53分、約7時になるということで、 やはり身体的負担についてどうかなというところでございます、でこれにつきましてはあの、昨年度、広島訪問で引率された先生にお話を伺うことができたわけでございますが、やはり移動の負担というのが一つポイントとなるのかなというような感想を持っていらっしゃいます。えー、なおあの今議員からご紹介がありました長崎で 長崎市で行われていますピースホラムの行事、これ、大変素晴らしい行事であると私どもも認識してございます。従いまして、長崎市のへの派遣につきましては、引き続き検討課題とさせていただければというふうに考えてございます。それれれから3点目のののの具現化の市民の意識の醸成どれだけやれば 調整になったというのかという部分、それから4点目の市民大会に向けた考え方ということでございますが、これは相互、えー、に関連しますので、まとめてお答えをさせていただきたいと思います。ままずその市民大会ととといいうことでございますがが、まあ、議員が今一つの到達点と いうことでは捉えられないのかというお話がございました。そうした捉え方もあり得るのではないかというふうには私ども考えてございます。まあそうしたことを考える上で最も大切なことはこの被爆の実相を伝えていくことだ、風化させないことだというふうに私ども考えております。まあこのことはやはりこの被爆国の国民としてのまあ義務でもないかな。 義務でもあるんではないいいかとううふうに考えてございますそのために核兵器の使用がもたらした事実を伝えていくんだ、この兵器というのがいかに非人道的なものかということを伝えていくことが最も大切なことの一つと考えてございます、で先ほど答弁で申し上げたとおり、被爆体験後は、実際に被爆された方、80歳後半ですね。 もうすぐ90歳になられる方、まだお元気でいらっしゃいますが、おいでいただきました、そして、えー、市内の中学校でも講話をしていただきましたし、えー、障害学習総合センターでも一般の方々を対象に講話をしていただきましたで、えー、市民の方からアンケートをいただいたんですけどお聞きになられたほとんどの方がです、ね、良かった、とてもよかったと、最高の評価をいただきました。 でその理由としましては、実際の被爆の状況,がかり状況が分かって、その悲惨さというのがよく分かったで、核兵器の恐ろしさが分かったという理由がございました、そしてそのお今後の感想なんですが、核兵器廃絶に共感した、核兵器廃絶に協力していきたいという感想をいただいたところでございます。でえー、そういったお話しましまて、 感じましたことは、まあこれまでの取り組みですね、市が行ってきた取り組みを工夫を加えながら、まあ継続していくことが重要であると改めて感じたところでございます。でしとしましてはこの市民団体による取り組み、こういったの支援も継続しながら、この市民大会につきましては市民の自発的な取り組みの広がりであったり、発展であったり、そうした過程の中でこう生まれていくというのは。 この継続性という面からも望ましいのではないかというふうに考えてございます。議員はい、あの、まあ。じっくりと、じっくりとなんて待ってもいられませんが、あの、本当に頑張っていただきたいと思います。あの、一つだけ、ええー、核兵器廃絶に関しては、まあ、いろんな市が取り組んでいることはわかりました。わかります。でも。 そこらが予算が絡むからっていうのが、どうも根っこにあるような気がしてな,ならないんですが、中学生の体力は、われわれの体力よりはるかにあの体力があり余ってございますので、あの心配しなくてもいいと思いますあの、移動手段とか、あるいは少しくらい寝なくても、彼らは元気ですから、そのへんは <laughs> あの大丈夫ですので、ただあの、いろんなところで、広島も大事です。 でもも長崎もそうやってやっっててるんだってことだから、それをいろんなところでこう連携をし合うって、このネットワークですよね、ネットワークを広げていくということが大事なんだって、それを子どもたちがねあの広,島だけ広島に行くだけでも素晴らしいことなんですが、広島、また長崎も実はやってたんだと、同じ被害に遭ってたんだって、それを実感でできる場に、 行ってみるっていうのは、またそれを行った生徒が帰ってきて、全校生の前で発表するわけでしょ、こういうことが非常に大事ではないのかなと、一つの学校で広島に行った人、また長崎に行った人がそれぞれ発表するなんて、まあ、どのくらいかかるか分かりませんが、でもこれは大いにやるべき、費用対効果を考えたら素晴らしい取り組みだと思いますので、前向きに。 一日も早く実現できるように取り組んでいただきたいと思います。次に、あの、文字活字文化の推進について、えー、読書の本の数が、小学校で4.6冊から11点、あ、7.6冊から11.5冊、中学校で2.2から2.8。これも、朝の読書運動の効果だと思っております。で、 えこれ、ビブリオバトルとも、あの、関連するんですが、ビブリオバトルの今後の発展した姿って、あの、示してくださいということで、あの、申し上げたんですが、実は、この、読書運動、読書運動の発展した形っていうのは、ビブリオバトルではないかって思いがするんです。今、図書館で年一回開催してます。まあ、図書館年一回の開催が、 1> 年1回から年2回にとかって広げることも、大いに可能性はあると、それよりも何よりも、学校単位で年1回くらいビブリオバトルが開かれれば、読書、運動の,その研究発表の番みたいな形にもなるし、またお互いに、あの人、あんな本読んでるあ、あの本読んでみたいなって、お互いにあの啓発になってくると思うので。 まあそういう形で、一つ開催を試みてはいかがかなという思いがいたします。えのでえ、ちょっとえ見解をお聞かせください。あと、農業の収入保険について、えー、2点、えー、お尋ねをしたいと思います。1点目は、あの具体的な、えー、数字で、例えば、あの収入1000万の収入があった場合の、過去5年間の平均ってやってました。でそのの場合の 保険料が大体どのくらいになるのかとか、あるいは積立金の場合はいくらになるのかっていう、まあ、数字的な、具体的な数字でご提示いただいた方が分かりやすいかなと思います。あの資料いただいてますので、それは答弁できるかと思いますので、よろしくお願いします。あと、この収入保険の欠点というか、もう、致命傷は、要するに過去5年間の平均だと。 過去5年間の平均ってことは、5年間平均していく。で、値段が下がる。さ、まあ、収入が下がる。下がればまたその次は下がるって、下がる下がるで、保険の適用範囲がどん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 ちっちゃくなっていく。これは最初の基準収入っていうのが、固定した一定の金額が基準でなくちゃいけないと思っておりますが、まあ、その点の考え方について、えー、再度、 ご答弁いただきたいと思います教育長、はいえー、お答えいたします、えー、ビブリオバトルについてでありますあの子どもたちに話を聞きますと図書館に連れて行って本を探しましょうというとまず本を読めない子がいますそれはなぜかというと一番の原因が本を見つけることができないあの何を読んでいいかわからない いいうのままず念頭にあってふらふらしてしすえそういう子どもたちに、じゃあ自分で探せないならば、友達の話を聞くとか、えー、したらばもう少しあの本について中身が分かってくるのではないだろうか、そういう意味でも、このビブリオバトルは、友達がその良さを非常によく表現してくれますので、それを聞いて、あ この本も自分も読んでみようかという、そういった興味関心、あるいはその読書につながるものになってくるのかなとは思っております。で、今ほどあのお話もありましたとおり、このビブリオバトルっていう形は、非常に読書を進める上では、私も効果のある内容であると考えております。で、ただ、最終目標は本に、本を好きになる、あるいは読書量を増やしていく。 というと目標としておりますので、あのビブリオバトルもあの稽古堂でやっております、あの形ではなくて、もっと簡単なビブリオバトルのようなものも学校の中でもできるのかなと、それは例えば冬場、外に出られないときに、友達同士が集まって、自分の本を紹介し合って、そこで あこの本みんなで読んでみようかということも可能だと思います。ですから、いくらでもそのバリエーションがありますので、今後とも、えー、この消費者合戦、ブリバトルの基本形も伝えながら、アレンジ系も考えていきたいなとは思っておりますす以上でありましゅうに収入保険にかかるお正だしでございます。まず1点目えー 具体的な保険料と積立金の額ということでのご質問でございます。あのまあ1000万円の基準収入がある農業者の場合で、えー、保証の限度それから保険料のその支払い率それぞれあの選択することができる中であのー、保証限度いっぱい9割の保証限度をで支払い率も9割という場合の数字を。 お答え申し上げたいと存じますが、この場合、保険料につきましては、これは掛け捨てになりますが、年間7万2千円ということになります。それから積立金は22万5千円という数字になるところでございます。これが今のところの国の資産として示されているものでございます。それから 基準収入についてあの欠点があるのではないかというお正しさでございます。つまり過去5年の平均値にすれば、えー、収入が下がってくると保険をの適用になる額も下がってくるのではないかというようなお正しさでございます。あのまあこの収入保険そのあらゆる農業収入を対象とするということでございますのでその何を作っているのかそれから あその農産物の単価というものをその固定することがなかなかできないという中で、えー、さらにその価格が毎年変動するという中で、その収入を固定するというのがなかなか難しいという事情があるんだろうというふうに思っております。でこのの収入保険、えー、その経経営営形態さらには経営規模またその おいくら保証してもらうかというその希望、あの農業者個々の希望、さらにはその掛け金の希望、さまざま農業者の状況に沿って、えー、まあ意向に沿って、柔軟にその収入減少に対して補填していこうというような仕組みでございますので、あのまあこのような仕組みになっているということでございます。ただあのならし対策と違って5年中の最大最大小を除く 平均値ということではなくて、まるまる5年間の平均という考え方を取っておりますので、あ,のある程度、長期間の,、まああの基準になりうなり得るものではないかなというふうに考えておりますし、この数字もその状況に応じて、えー、例えばその経営面積が増加急に増加するとか、減少するとかというようなことにも対応するように、その状況に応じて情報修正。 あるいは下方修正もその状況に応じてこの基準収入を行うというような仕組みになっておりますので、より寄、まあ、り添った形の仕組みではないかなというふうな認識はしているところでございます。